デナリ軍は、アメリカ合衆国アラスカ州の中央部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は1826人である。軍長所在地は、ヒーリーである。2000年に設立されたばかりである。2010年時点の軍長は、デイビッド・タレリコである。軍が設立されるまでの軍域は、未法人家軍の一部で、あり、田園地帯の指定を教育する。 アッパーレールベルト教育学区があった。この教育学区は、軍成立とともに、軍の管轄する教育学区となった。軍内で唯一法人化された都市は、アンダーソンである。ノーススロープ軍は、北緯63度47分、整形150度11分に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は12,775。 平方マイルであり、このうち陸地は12,750平方マイル、水域は25平方マイルで、水域率は0.19%である。軍内には北アメリカの最高地点であるデナリがあり、軍名もこれから取られた。デナリという言葉は、先住民やサバス観族の言葉で偉大なものを意味している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 デナリ軍は2005年時点での一人当たり所得では全米第49位だった。作家ステファニー・メイヤーのトワイライト・トワイライトシリーズの中でデナリヴァンパイア集合は火が差さないデナリに住む。ありがとうございます。